松本イメガネの男1帰重後間もない頃であったロンドンにいた頃の知友数人が私のために歓迎会を開いてくれた場所は日本橋の某日本料理屋である終日曇った空模様が 夜更けににななっってからととうとう雨になった。しかしそれは外へ出た時初めて知ったので酒の香りとシガーの香りに満ちた奥まった部屋で昔ながらのヨタを飛ばし合っていた時は誰一人陰気な雨が降っていようとは気づかなかったそれほど室内はにぎやかで明るかったその晩集まってくれたのはさんの画家銀行家文学者で いいずれも心安い人たたちばかりであったが少し遅れて席に連なった不意の珍客には私は多少キーの缶を催したそれは水野という我々より10年も年上の紳士である確か私はロンドンの日本料理屋で23回水野君に顔を合わせたことがあったと思うその話の折に死は私と同じ学校を出た先輩で 大阪の貿易商であるとか聞かされた彼は昨年の末記帳して現在は東京に住んでいる今朝いつになく新聞の文芸小息を見て私の歓迎会があることを知り思い立って飛び入りになったということであったそうですかどうもありがとうここにいるのはみんなロンドンにいた連中ばかりですそうですってね それで一層英国が懐かしくって出てできたわけですよ。水野くんは辺りを見回しながら言ったすると誰かが「我々はお目にかかったことはないがもっともロンドンは広いからなそれに我々は貧乏だからいわゆるオレキレキの集まるところへは顔を出さなかったからね」と笑いながら言った おれきれきだなんてそんなことがあるものですかそんなことはとにかくとして君に会ったのは何年ぶりかしら君の酔っ払いぶりは実に痛快だったねあの頃のことは考え出しても愉快ですよ水野君は私に向かって快活に話しかけた私は少し慌て気味になった何ですか知らんが棚卸は堪忍してください 古いことはお互いにふじるということにしたいですね。私の言葉に一堂はどっと笑った。その場に言い合わせた女たちも何のことか知らずに声を立ててはやした。一座の者は大方赤い顔をしていた。私もだいぶ余いが回っていた。水野君は私の隣に並んで榊をあげながらしきりに。 その頃のロンドンドを語っている。それがいかにもうれしそうであった何かのことから絵画の話題に移った時「そうそうすっかり忘れていたが H という画家を知っていますか?」と彼は尋ねた H といえば英国美術院で有名な若手のチャキチャキじゃありませんかその H の描いた絵を34枚持っています。 私は美術のことはあまりわからないがもし多少でも価値のあるものなら美術学校かどこかに寄付してもいいと思っていますよそりゃあ美術学校は非常に喜ぶでしょう僕も H 氏の作品は3つ4つ見たことがありますがあなたの持っているのはどういうのです風景画です一つはスコットランドの渓流を描いたものですあとのは小さいものです ぜひそれは拝見させていただくのですなではこれから私のところへいらっしゃったらいかがです2人の間に約束が出来上がったそのうちに夜が更けてきたので一同は席を立った私と水野君がよろめきながら廊下を歩いていくと誰やらが私の肩に手をかけておい君大丈夫かね ななんうなちまで送ろうかと言った私は大丈夫だから安心してくれという胸を答えて外へ出た門の前に自動車が待っていた2人はドアを開けて転がるように中へ入った車は動き出した私は日本を出てからもう13年になるその間に東京はかなり変わってしまった 私の知っている三菱ヶ原は見上げるような立派な建物で埋まってしまった九条に近く翼を張ったように万居している大建物は東京駅であった私は自動車の中でうつらうつらしていたが折々眠い目を見張って暗い闇の中を透かしてみた自動車はまっしぐらに木立の多い公園を抜け橋を越えて ひっそりとした立て込んだ狭い町を走っているおよそ20分も経った頃自動車は勾配の緩い坂を上りきって広い電車道へ出た行く手の軌道に雨がピカピカ光っていたとある門の前で車が止まった水野は扉を開けて先へ降りると自動車を返してしまって 植え込みの茂っってている小道を先に立って案内した。家はレンガ造りの洋館である彼はポケットから鍵を出して玄関の扉を開け私を書斎に導いた夜が更けていたせいか家族のものはすでに寝入ってしまったと見えて人の起きている気配はなかった彼の持っている H 氏の作品は見事なものである。 これは素晴らしい偽物どころかそうかね私がしまっておいては宝の持ち腐れだからさっきも言った通り美術学校へでも寄付しようそれも君の名目にしてもらいたいそれはどういうわけだあなたのものだからあなたの名で寄付したらいいでしょうもっとも私は喜んで手続きをする 君の名でなくては困る私は名前を表したくない理由があるのですよしかし私の名というのはおかしいじゃありませんかそんな奇特なことをするのは私の柄にないって学校の連中に笑われるじゃあ仕方がない君がある人間に頼まれて寄付したということにしてくれたまえ要するに私の名さえ表さなければ それででいいのですよ。私は結局彼の申し出を承知して近々その手続きをする旨を答えた私は時計を見て立ち上がると彼は書棚の横手にある戸棚を開けて数多く並んでいる酒瓶の中からウイスキーの瓶を取り出して2つのコップに注いだ私の酔いはだいぶ加わった私は 彼に支えられて玄関を出た。彼はポケットからシガーを出して進め何本かマッチを吸って火をつけてくれた小ぶりになったが雨はまだ止まなかった私は教えられた通り電車道に沿って快い雨に顔を打たせながら悠々と頬を運んだ後ろから最後の赤電車が私を追い抜いていった それから先私はどこをどう通ったか全然覚えていない気がついた時は M 停車場のプラットフォームに立っているのだその間どのくらいの時間がたったのか知らぬがふと目を上げると私の前にかなり混み合った電車が止まっていたどうせ遅くなりついでだと私は思っていたそれに私の手には なかっっていないシガーを持っていいいをるまだ捨てるには惜しいしさればといって葉巻を中途で消したら型なしであるそう思ってぼんやりしているうちに電車はスッと動いてしまった次の電車はなかなか来なかった5分10分と私は辛抱強く待った その間に私はたびたび夢心地になりまた気がついて我に帰ったりしていた酒に酔っている具合はちょうど海岸の波の打ち寄せているありさまと同じだいくら酔っていても折々はっきりと遠くのものと聞いたり状態と同じように対象物を識別するそれは崩れた波が音も立てずに砂浜の上を伸びてゆく時だ 断なく波が高まり連続してくるときは頭が混乱して事故を傍客しているせつなである電車が来た私は加えていたはまきを捨てて車内へ入った私の頭脳に波が高まってきたそして次に気がついたときは私は代々木駅の階段を上がっていたと見るとたった一人 洋服姿の男が私の先を急いでゆく男のポケットからはらりとハンカチが落ちた「もしもし私は叫んだ男は私の声に驚いて振り返ったがその顔を見ると私は思わず足を止めたそれはつい今しがた別れたばかりの水野ではないか」 も,っとも彼は別ぶちのガネをかけていたそしてちらっと私を見るなり逃げるように慌ただしく階段を駆け上がっていった水野君待ちたまえ、私,だ私は水野の落としたハンカチを拾い上げて続いてプラットホームへ上がったそこには78人の乗客が電車を待っていたが水野の姿は見えなかった プラッフォームを右手に突き当たって踏切を渡ると新しくできた中野方面のプラットフォームがある水野の姿はそこにも見えなかった2まもなく最終の電車が来たので私はそれに乗った私は中野で下車すると人家の執筆した町を左へ曲がり だらだら坂を下りて人家の途切れた寂しい道路へ出た私の住まっているうちはそれからさらに右へ折れた小高い丘の上にある昼間ならば赤い屋根瓦を持ったこじんまりとしたコテージが緑の茂った木の間に見える私は足元の悪い真っ暗な小道を霧雨に濡れながら牛の歩むように足を運んでいた 泳ぎの停車場で見かけた水野の怪しい挙動で私の頭脳はいっぱいになっていた水野はなぜ私を避けたのか水野は私を見違えたものかそれとも私が水野と思ったのは知らぬ他人の空にとでも言ったものであったかもしそれが仮に水野としたらどうだがをいいないものが 夜になって黒眼鏡をかけているとは受け取れない話でそうなれば人に顔を見られるのを恐れていたというような面白からぬ疑惑が生じてくるのはやむを得ないしかし酔っ払いではあるがどこか情味のあるあの水野の身に変装して深夜の街を歩かなければならぬほどの秘密はなさそうだそのようなことを考え考え私は家路に向かった 私の住んでいるうちは吉川夫妻のもので経緯のない私は差し当たり久々ぶりで日本へ帰っても落ち着く先がなかったので夫妻の行為から2人が記帳するまで住んでいてもよいという許可を得ている次第である吉川夫妻は現在パリにいるロンドン滞在中はほとんど兄弟のように親しくしていた間柄であった 吉川夫妻はここ23年日本へは帰るまい。パリに飽きればスイスへ行きローマへ行って当分外国で暮らすことであろう中野のルスタクには彼の郷里から連れてきた信州者の年寄り夫婦が暮らしている気立てのいい2人の老人はパリにいるご主人の友達をこの上もなく歓迎してくれた私は 老夫婦に食事そのほか一切を任せて自分は先進・政策にかかることができる秋までには上野の山に異彩を放つようなものをこしらえあげねばならぬ私の帰ってゆく森の一軒家のポーチについている伝統が雨に濡れた周りの青葉をちらちらと輝かしていた老人夫婦はとうに休んでしまったと見える 私は自分で戸締まりをして2階の寝室へ入った疲れきった私はそのまま前後も知らず眠ってしまった翌日目を覚ました時は空が青々と晴れていた昨夜の雨をケロリと忘れたようにうららかな太陽が野山を一面に照らしていた私は仕事服を着て 昼も夜もなく飲みを振るってトルソーの制作に没頭した次の日の昼過ぎ食事のあとで庭先へ椅子を出してぼんやり志願をくいらしているところへ珍しくもふらりと叔父が訪ねてきた死んだ母の腹違いの弟で私にはただ一人の叔父にあたる T 所の警部補である彼は まだ50をいくつか越したくらいの年配であるが一時酒でひどく体を痛めて以来すっかり追い込んでしまった彼はまた不運な巡り合わせで妻を失ったから病弱な一人息子とたった二人きりで新鮮座の裏町にわびしい生活を送っているこの叔父は長い間警察へ勤めているが私がまだ学校にいた時代から おじが毎朝いかめしい制服を着て T シャツへ通うのを不にいに思っていた。おじはその日薄手のセビロ服を着て色の褪せたよれよれのネクタイをかけていた。元来おじは日本人としてもあまり血色のいい方ではないが、四五日前に会ったときはもう少し若々しく見えた。それが今、こうして晴れやかな目覚ましい日光を浴びて立っているのを見ると。 私は何かしら涙ぐましい心持ちになってきた勘太郎はどうですやはりいけませんかね私はいとこの容体を訪ねた相変わらずぶらぶら寝たり起きたりしているよ近いうちに慶応病院へ連れて行って見てもらおうと思っているそれがいいですな今のうちに手当てをしておかないと 取り返しのつかぬことになりますからね。おじさんは今日はお休みですか？休みどころじゃない？実はお前に鑑定してもらいたいものがあるのでやってきたのさ。絵とか彫刻とかですか？そうだ、水彩画なんだが、我々門外漢にはさっぱりわからない。直接、それが犯罪と関係があるものかどうかはわからないが。 被害者の身元を探り出すには重大な手がかりだと思うのだがおじさん犯罪だの手がかりだのって一体何ですお前は今里の殺人事件を知らないと見えるね D 署の管轄内で起こった事件でかつ私が当夜の宿直だったのでその時から私はほとんど一睡もしないほどさ 私の好伯父は大義らしく椅子に腰を下ろすと私の問うままにぽつりぽつりと口を開いた日曜日の出来事だ千葉白金今里町の静かな横丁に洋館の立派な邸宅を持っている主人の何がしが前夜何者かに喉を閉められて 寝室の床の上に死んでいたという事件なのだよ。犯人は一向目星がつかないが、くせ者は外部から入った形跡はなく、閉じ回りも厳重にしてあった。犯人の手がかりがつかないということは、殺された主人が近所と一切交際をせず、客らしいものがうちへ入ったのを誰も見かけたものもないということだから、従って、 こういうもうわからなければ身元を洗うことも困難に陥っているわけだよしかし凶行のあった晩彼は外出先から遅くなって客を連れ帰っているその客というのが今のところ唯一の嫌疑者と目されているのだ無論被害者はその晩どこへ行っていたかその点も不明である 犯人は外部から入り込んだ形跡がないというと、それでは当や誰か家にいたということになるが、家には60近い雇い婆さんがいたばかりで、常識で考えても婆さんに嫌疑のかかりようはずはない。婆さんは1か月ほど前に新聞広告によって雇われたものである。またこれも。 いわゆる迷宮に入りそうな事件なので我々は躍起となっているがどうもこうも手のつけようがないのだよそれに私は当夜宿直であった関係上日頃の名誉回復というところでどうにかして私の手で犯人を挙げたいと思っているのだけれどもねえ叔父は屈託なさそうに言った殺されたのは何者です 川田坂へというのだが、大方、偽名だろうと思われる。大阪のものだそうだが、区役所にはまだ桐生届も出ていない。教皇のあった家は借家で、これも新聞広告を見て、被害者自身が直接家主と契約しているらしいから、その間に第三者というものがない。家主の話では、移転してきた当座は、 派手作りの奥さんらしい若い女と女中がいたが、つい2か月ほど前頃から一向姿を見かけたことがないということだ。現在いるばあさんが雇われてきたのはつい最近で、主人一人のところへ住み込んだものであるから、若い女とか女中とかについては何事も知らない。 もしその家にいたとかいう女の素性でも分かってくれれば面白くなってくるのだがこの事件は前々から周到な注意を持って企んだ仕事ではあるまいかと思われるほどいささかの手打ちもなく運ばれているよもっともそこにまた無形の証拠というものが出てくるのだがねつまり企んでやったものとすれば 振りの強盗や窃盗の仕事でないということになって捜索範囲が狭くなってくるわけだ。しかしおじさん、十日間にしろ十五日間にしろ、二人も女が住んでいたというのが事実であったとするなら、事実は事実なのですから、落ちた髪の毛一筋でも化粧水のカラビン一本からでも女の巣上くらい探し出すのは造作なく思いますがね。 口や筆では何とでも言ったり書いたりできるがね、実際の社会にはシャーロック・ホームズはいないものだよ。あいにくそれに化粧品の空瓶はおろか、髪の毛一本もなければ指紋も残していない。残していないのではなくて、発見されないのでしょうなるほど、そういえばその通りかもしれんが、それはとにかくとして、 行方不明になっている女の後ろに男が潜んでいるのではないかと思うそして被害者自身も何か身に暗いところがあって世間を忍んでいるものではないかしらと思うあるいは前科を持っているかもしれぬと考えたから指紋を取って警視庁へ改装しておいた指紋といえば被害者がその晩客を連れ込んだ書斎のテーブルの上に 酒をついだ2個のコップが置いてあったが、そこにはありありと異なった2つの指紋が残っていた。警察では極力当夜の客を捜索しているから、近いうちに我々の努力は報いられると思う。何しろ被害者の川田というのは機械極まる人物だよ。くまなく家宅捜索をやったが、 彼の全身を知る手がかりとなるようなものは何一つ見当たらないただ彼の書斎に34枚の額があるけれども私には絵のことがまるでわからない彼の名義で5,000円ほどの軽銀行の当座預金がある預金帳は半年前から始まっていて出入りを見ると1,000円ほどがいつも残っている 五千円のうちから三千円出たかと思うと数日中に千円入りがありまた二千五百円入りという具合であった川田は毎日何をするともなく日を送っていたが取引所へはしばしば行くらしいと雇い人の婆さんが言っていた君に鑑定してもらいたいのはさっき話したその額の絵だがね ご苦労だがこれから私と一緒に行ってもらえないかこの事件は今私の話したことで尽くしていると思うがえそうそうここに今日の新聞があったっけおおよそはこのとおりだおじは上着のポケットを探ってもみくちゃになった一葉の新聞紙を差し出した私はひったくるようにして社会面を広げると初号活字で 今里の怪事件と記した見出しがすぐ目についたその下に三段抜きで被害者の写真が掲げてある驚くべし写真の主は紛れもなく一昨夜遅く別れた水野ではないか私はあまりの驚きにしばしぼ然として叔父の顔を見守っていた 3写真に過ちがなければ寝室で何者かに考殺されたという被害者は水野であるそういえば最前から叔父の話を聞いているうちにも何かしら他人事でないような気がしていたそれに犯罪の行われたのは自分の歓迎会と同じ日のことであり被害者が客を連れ込んだということ の上テーブルの上のコップのことにおじの言葉が及んだ時はその晩の自分らのことではないかと思ってギョッとしたほどであった水野は私を送り出してうちへ入ってから間もなく帰化にあったものと見えるその時私の脳裏にちらと浮かんだのは代々木駅のプラットホームへ続く階段で見かけた水野の姿であるもっともその時はメガネをかけていたが 眼鏡をかけていたのが日頃の水野で歓迎会の席上ではわざと外していたのかもしれぬロンドンであった頃の記憶をたどってみたけれども眼鏡を用いたようでもありまた用いていなかったようでもありその間が半然としないよく世間では「人が死ぬ前には知らせをすると言っている」「ある心理学者の説に従えば」 瀕死の状態にある人間は断末魔の刹那に心の波を四方八方へ放射するということだそれが私の目の前に水野の姿となって現れたものというかもしれぬとはいえ私は頭からそれを信じてしまうわけにはいかない仮に当夜代々木駅で見かけた水野が実在でないとすれば私の拾ったハンカチの説明がつかぬ 水野の遺失したハンカチは私のアがいイのポケットにあるはずだがしかしあるいはそれも私の幻覚かもしれぬ私はおじをその場に残して2階の寝室へはせ上がった壁にかけてある雨がいイのポケットを探るとハンカチは確かにあるしかも23か所に 黒く変色した血痕がついていた私はそれをズボンのポケットにねじ込むなり隣室の書斎へ入って積み重ねた書籍の間から交友会の名簿を見つけ出した私はせわしくそして念入りにページをくってみたがそれらしいと思われる水野も川田という卒業生の名も見当たらなかったそこへおじがのっそりと入ってきた 何か心当たりでもあるのかそうだとありがたいが私はそれには答えずに手早く外出の用意をしておじを促して家を出た代々木駅で電車を乗り換えて目黒で下車をしたおじは電車に乗るまでもないというのでほこりっぽい電車軌道に沿って2人はポツポツと歩を運んだ私の記憶はだんだんよみがえってきた 大通りから切れてとある横通りへ入ると塀を巡らした邸宅内に青葉の茂り合っている静かな町へ出たそうだ水野の家は往来から離れて緑の植え込みの奥深く水あさぎ色に塗ったその洋館である先に立った叔父はくぐり門を開けて屋敷内へ入った私らは植え込みを回って玄関へ出た そこにはをた警官のそばへ寄って何事かささやくと私を振り返って家の中へ招き入れた書斎は先夜のままに取り散らされて額に入った H 氏の水彩画は元のとおりテーブルの上に載せてあった私は次に棺の置いてある寝室へ入った私は 静かに棺に近づいて白布をのけて死骸を改めたそれは確かに水野にそういなかった元どおり蓋をしてから私は西の窓の際にほをむけた。先刻おじさんが電車の中でおっしゃった窓ガラスの壊れているというのはここですねおじは私のそばへ寄ってきて 両開きになったフランス窓を左右に開けた。窓ガラスの壊れているのは犯罪と何の関係はない見たまえ窓をいっぱいに開けると物干しざおの端がちょうどこの壊れた箇所へ来ている被害者が窓を開けるときに誤って壊したものだよ窓の下に葉巻の灰が落ちているのが見えるだろうそれから吸いかけの葉巻も投げ捨ててある はまきは書斎に置いてあるのと同じマニラたばこなのだこの死骸はいつまでこうしておくのですそうそうさっき話すのを忘れたが家宅捜索をした時被害者の机の引き出しからはがきが1枚出てきた被害者に宛てたもので差出人は上海分路に住んでいる水野英治という人だ 無事に暮らしているから安心してくれというそれだけのことが記してあるが、文面によるとよほど実行な間柄と思われる。早速電報を打っておいたから、今にもなんとか返電があるはずだ。死骸の処分はそれからのことさ。私はおじの言葉を聞き流して、仔细に窓ガラスの壊れた部分を改めて見た。そして。 お父には構わず庭へ降りて湿った土の上に散乱しているガラスの破片を一つ一つ手に取ってみたそのうちふとある一つの事実を発見して胸を躍らせた最前からけげんらしく私の振る舞いを見つめていたお父はお前はこの事件について何か私に隠していることがあるねまさか お前が犯行のあった晩に書斎へ来た客ではなかろうねと鋭い口調で言った法の前にはたとえ親身のおじおいであろうとも容赦しないという悲壮な表情が浮かんでいたおじがいかに鋭い目をしたところで私にとっては何の恐るるることはない私は自分の無罪を相手の心に植え付けるように のを少し思い当たることがあるから署へ帰って待っていてくださいと言ったそしてあっけに取られているおじを残して私はその家を出た私の足は外務省へ向かったそこには親しい友人のおばたがいるはずだ私はひつぎの置いてある陰鬱な寝室に入っている折 らず思い浮かべたのはかつてロンドンの日本料理店で水野と初対面の挨拶を交わした時彼はその前年アメリカを経由し渡英したと語ったことである私はみちみち指を折って彼に初めて会った年を送ったそれによると彼は大正丸年に海外旅行券のカフを受けた者に相違ない私の見込みは的中していた 尾端の行為によって調べてもらった結果短時間のうちに水野の原石地まで詳細に知ることができた私は外務省を出るとその足で東洋汽船会社へ回り上海航路において最近長崎に帰着した乗客船の名簿を見せてもらったすると案のごとく10日前に長崎へ入港した t 丸の船客に 水野栄治の名を発見した私は小躍りして T 所の叔父を訪ねた叔父は年寄らしく両手を後ろに組んで西日の差し込むがらんとした部屋を気ぜしそうに行ったり来たり歩いていたああ、とうとう帰ってきたかおじさん犯人の見当はつきましたよ被害者は川田栄でなくって水野栄です 私はその晩にさかのぼって歓迎会の席上で思いがけず昔なじみの水野に会ったことから代々木駅で水野を見かけた顛末をできるだけ詳細に語った私はそれを不思議に思っていたところ 今日初めておじさんから今里の殺人事件を聞き新聞に掲げてある水野の写真を見て私がその晩代々木駅で見たのは水野に酷似した水野でない男だと知ったのです新聞に掲げてある水野の写真に鉛筆で眼鏡をつけてみると私が代々木で見た男とどっちが本当の水野であるかほとんどけじめがつかないほど似ているのです いずれ後から現れてくる問題だからその話はまずそれだけとして先刻、水野の屋敷のフランス窓の外で壊れた窓ガラスの破片を調べているうちに小さな破片の表面に糊のついている部分を発見しましたおじさんはしきりに窓ガラスの壊れているのと犯罪とは関係がないとおっしゃっておられますが私の考えでは犯人は外から 窓ガラスにべったりと糊を塗ったハンシを貼り付けて、石か何かで音のせぬように叩いてガラスにひびを入らせ、それから丹念にガラスを抜き取ったものです。そこまでやれば、あとは外から手を突っ込みさえすれば楽楽と山に手が届くから、窓を開けることはぞうさない。窓の下にハマキの廃を落としておいたり、ハマキの水ガラを投げ捨てておくくらいの仕組みは誰にだってできる。 水野が窓を開けるとき物干し竿に当たって壊れたものならガラスの破片がもっと広い範囲にわたって散乱しているはずですよ犯人は私らがまだ書斎にいるうちに寝室に忍び込んでいて後から入ってきた水野を不意に襲ったに違いありませんこうしたやり口で家へ忍び込むのは上海や香港あたりで外国人の住まいを狙うシナ人のやる手ですよ それで私はおじさんが上海に居住しているとかおっしゃった水野英二という男を怪しく思ったわけです代々木駅で私の拾ったハンカチはこれですよ23か所に血痕がついていますがお方、ガラスの破片で指先を傷つけたものでしょう私はポケットから千夜のハンカチをつまみ出してテーブルの上へのせたおじは 声も立てずに私の言葉を聞いていたがそれからどうした水野英治が犯人かそいつはどこにいるとせき込んでいったおじさんまあゆっくりなさい黙っていても犯人は向こうからあなたの懐へ飛び込んできますよ今里の水野のうちへ行って待っていらっしゃい明日は大きな鳥がかかりますから 私は外務省で友人が書いてくれた水野の原石地を半信半疑で私の顔を見つめている叔父の手に渡してさっさと中野の住居へ帰った翌日も空は明るく晴れていたさすがに私も事件の成り行きが気になってならなかった耐えかねて日が暮れてから T 書へ電話をかけた ああ、お前かちょうどよかった私も今こっちから電話をかけようと思っていたところだお前の言った通り本当に大きな鳥がかかったよ今しがた大阪から昨日紹介した返事が来たそれによると水野栄は相当な資産を有する貿易商で目下都営中ということになっているがおそらく彼は この半年ほど前にひそかに記帳したものと見える上海にいる水野栄治というのは被害者の実定で数年前株式を種にした王子掛けの詐欺取材で2年の宣告を受け昨年ようやく出国したばかりの前科者だ被害者の水野はその弟には絶えず悩まされていたらしい現在記帳していながらも 旅券も返付せずに外遊中と見せかけていたのもまた川だと偽名していたのもそういえばうなずかれるわけだ大きな鳥というのはお前の推察どおり水野英治のことだよまだ自白という段取りには至らないが何しろこっちから撃った電報を見てきたという当人が事件の起こった数日前に日本へついていたり 手の甲に怪しい切り傷があったり、代々木駅で落としたハンカチに洗濯屋のマークが残っていたりするから、もはや言い逃れる余地がない。とにかく、今明日中には全てが解決されることと思う。何しろせわしくって、実を言うと私はまだ昼飯さえ満足に食っていない始末だ。何一度ぐらい食べないでもよかろうって いやそうもゆくまいはははッでは近いうちに訪問してゆっくりお礼を言おうおじは元気よく言った目尻にしわを寄せて気のよさそうに笑っている顔が目に見えるようであった